出るんですよ。ここも効果音がプラスですね。プラスこの上のコントロールパネルとこのマイクでですね、私が喋るとキットが答えてくれるみたいな、その会話機能までつけてくださったんです。これ燃料はフューエルゲージを見てください。ガソリンの残量があとわずかしかありません。うん、決して安いガソリンを入れないでくださいね。あなただっていいもの食べてるでしょ。お金を貸してくれ。お断りです。そんなくだらないゲームにもう一銭とも貸せません。このねシート、オリジナルシートですよ。なんか PMD って書いてあるやつね。それからこのリアとかね、もうこの見てください。これもう興奮してる、オーナーの私が興奮してますよ。未だにこうボタンを押したりとかね、すごいですよね。ここもボタンあるんですよ、こう上に。こんにちは、です。今日はね、倉敷の小島かな、和集山に来てますね。和集山の景色を見ながらこうやってちょっとドライブですね、ナイト君と。まあ単なるドライブじゃなくて、まあライブ放送してます。いやー、岡山今日いい天気ですね。さんさんと降り注いで気持ちがいいな。皆さんも気持ちがいい一日をお過ごしください。では、いってらっしゃい。こんな感じですね、ナイト君。まあ今、エンジン止めてるんで、ナンバープレートちょっと被せてますけどね。ディスプレイ用に。走るときは外しますよ。はい、こんな様子ですね。ちょっとまあ40代から50代ぐらいになってこんな時間が持てればいいなと幼い頃思ってたんですけども、あ、これもなんか夢を実現したかなというところですね。こうやってね、アメ車でのんびりとドライブして、そして、人と会うと。はい、ナイトかっこいいです。あのやっぱりね、幼い頃のテレビとかドラマの憧れですよね。エンジンはこちらにですね、ここにエンジンはあの 5700cc が V8 で入ってます。ドアを閉めてください。
ください。ありがとうございます。お気をつけて。まあこうやってねキットが喋るんですよ。すいません、こんなナイト2000ですね。いやこのねタイヤもちょっと特徴的でしょ、うん、でこのティーバールーフっていうんですか、屋根がこういう風な感じで開いて、ここは雨漏りむちゃくちゃします。洗車するとシートが濡れます。ですので洗車するときはゴミ袋をこうやってはめてね、むちゃくちゃ手間がかかるんですよ。まあいろいろとね厄介ですけども、その厄介が楽しかったりするんですよね。でもこれねやっぱ時間がある程度ないとできないかなっていうのと、やっぱ お金もねそこそこ出せるようじゃないと、だから毎月3万円のお小遣いの中でやるっていうのは難しいですね。部品は取り合いですね。車体も取り合いなんで、もうこの車も手に入んないんで、一回手放したらもう二度と回ってこないんじゃないかなというような気がしますね。まあこういう車欲しがる人もあんまりいないと思いますけども、日常生活には乗れないですから全然。ガソリンもバカバカ食いますしね。もう本当にこういうアメ車とか旧車が好きな人とつながって、そういう人に教わりながらやっていくしかないですし、だからメカニックさんとね、もうエンジニアさんと二人三脚みたいな感じですね。だから自分自身がメカニックとかエンジニアみたいに詳しくなっていかないといけないんで、部品一個一個もうホームセンターで買ってきたのを自分でねパチンパチンと加工して作っていくみたいな感じなんですよ。それだけになんか結構ね、あの自分でやった感とかがあって、愛情がどんどんね募るんですけども、まあでもこれだけある部品の中で私が触ったのってまだね100個に満たないんで全然間に合わないですね。これからです。はい、それじゃあね待ち合わせの時間もうちょっとなんで、すいません一旦ここで終了します。ありがとうございました。